お線香が一番売れるのは12月です金箔が吹いてもはげない国産仏壇お仏壇の販売が定食永田光輝でございます2018年11月の17日今日は土曜日ですね今朝5時36分朝動画でございます実はですねあの 冒頭から言いましたけど普通お線香って7月8月が売れると思うでしょ違うんですよね11月12月なんですよあの今からもうお悔やみはがきを持ってですね皆様こういうお線香ろうそく窃盗会に来られるんですよねもうこの需要が最近とても増えておりますやはりあの お葬儀がですね。家族葬が増えて人を呼ばなくなってますね。ですから、亡くなられてももうひっそりとされますのでで、後でやっぱ奥闇はがきで初めて知ったってケースが多いもんですから、皆様慌てて来られます。ですね。あの今月のですね。 新聞ってこれああの業界があるんすやっぱ何の業界史って業界でもあるんですよねこういうのがですねとてもこれ面白いんですけどですねそれの、えー、今月号でもそやっぱ同じようなことが書いてありますねあのこれは日本行動さんの笹野さんでタレントの笹野さんのですねテレビコマーシャルもやってますけどですねお悔やみはがきが届いたらば線香ろうそくセットみたいなですねはい。ですからまああの非常にこちらにありますけどですねまああの繰り返しになりますけどお線香ろうそくセットは12月11月で一番 売れますすと7 8月より多いんです、ねまあ、もちゅうはがきからおせんこセットで当店は、ね、1000円から1万円を用意しておりますでのし包装サービスですね宅配可能でございます宅配料金のみは頂い,いておりますけど包装とかあと箱あのやっぱこういう。 これは1000円のお線香ろうそくセットですけどですね、これを納める箱、それと荷造り、ちょっと我々がそれを書いてから発送しますね。もうそれは、そういう料金はサービスになります。で、まあ一応これ 1000, あの1000円で、まあ消費税で別ですけど、線香ろうそくのセットですね。1000円、えー、2000円、まあ、ちなみに1万円までありますけどですね。でこれが

あのこれはですねやっぱあのおのおこうろうそくセットはとても喜ばれると思いますもう私みたいにお酒はやめてますしですね甘いものもですね、まあ、豆乳病の方多いんですよねですからお線香こうろうそくセットは必ず毎日使われますのでとても喜ばれると思いますであの意外とこういうのはですねスーパーには置いてないですしあのスーパーさんはですね包装とかのしとかされないと思いますので、まあ、よ,よかったらばですね専門店の我々の方に来ていただければ、まあ、当店だけじゃなくてご近所の仏壇屋さんにですね来ていただけたらば、まあ、こういう対応されいます。 サービスししおおりまますす。ので、でよろしくお願い申し上げます、はい、申上げははここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました心よりお礼を申し上げます皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます皆様の開運をあってん心よりお祈り申し上げます